皆さんおはようございます。ミニマリストのたけるです。このチャンネルではミニマリスト歴10年の僕が視聴者の皆様に自由で身軽なライフスタイルをお届けする朝ラジオを発信しています。家事や片付け、移動中のお供に聞いてください。昨日は用事があって家族3人でショッピングモールに出かけたんですよ。もう僕の靴1足しかないんですけど、もう3年以上履いてるからボロボロで、靴を買いたかった、見たかったのと、あとは電子レンジもね、もう長いこと使っていて寿命だったから、あのニトリに行ってショッピングモールの中のちょっと下見をしたかったと、であと本屋を久しぶりに散策したかったっていう3つの理由で昨日ショッピングモールに行ってまいりました。であとでもグッド&ニューのところでお話しするんですけど、お気に入りの靴、必要な靴はもう買ったんですよ昨日。だけどもう一足、あ、このデザインかっこいいな、いいなって思うものがあって、なんか久しぶりに物欲が刺激されて今ちょうど葛藤してますね、買うか買わないか。僕がなんで悩んでるのかというと、その必要なものと欲しいものって違うわけですよ。必要なものっていうのはないと困るもの、だから昨日は買ったんですよ。もうボロボロだったし、そろっと買い替え時だなと思って買ったんですけど、もう一足は僕のライフスタイルにとってはなくてもいいものなんですよね。一足だけで十分だと。だけどデザインもかっこよかったし、まあ、雨の時だとそのメッシュタイプの靴買ったから濡れると、で冬も寒いし、だからもう一足なんかスニーカーっぽいやつなんですけど、まあ、買ってもいいかもなと、だけどまあなくてもいいよなというので迷って、本当はね昨日ちょっと買おうか、本当に買う寸前まで行ったんですけど、まあ、とりあえずその電子レンジを下見しなきゃいけなかったりとか、本も見たかったから、まあ、とりあえず必要なものだけ買って、とりあえず店員さんにこれだけ決済お願いしますで、一通り用事が終わってもう一回見て写真だけ撮って帰ってきました。ミニマリスト的に言えば、迷ったものは一旦買わない、保留にするっていうのが鉄則なので、まあ、しばらく様子を見て決めたいと思います。ということで皆様はいかがお過ごしでしょうか。皆様の今日一日が良い一日になるように、そして一つでも悩み解決のために行動できるように、いくつかのコーナーを作りました。一つ目のコーナーは、僕やリスナーさんに起こったグッドな出来事、ニューな出来事を朝一番にシェアすることで、家事や片付け、節約や育児、仕事のモチベーションになったり、一日のスタートを前向きに心豊かにする効果があります。もしこの一つ目のコーナー、フリートークを飛ばして本題のテーマを聞きたい方は、下の方にチャプター、目次がついておりますので、本題までスキップしてください。続いて2つ目のコーナーは、リスナーさんからいただいたコメントやお便り、悩み相談に対してミニマリストならではの解釈でお話しできればと思っています。今日は片付け効果に関するお悩み相談に答えていこうと思います。こちら簡単な僕のプロフィールです。ご興味ありましたらぜひご覧ください。まず最初は今日のグッド&ニューのコーナーです。こちらのコーナーではリスナーさんや僕のグッドな出来事、ニューな出来事をシェアさせていただきます。毎日毎朝昨日一日を振り返って、良かった体験とかニューな体験を見つけることによって、振り返ることによって僕たちの思考や感情を前向きにして、人生の満足度が高まったり、ストレスが軽減したり、幸福度アップなどの効果が期待できます。ぜひ皆さんも昨日一日のグッド&ニュー探してみてください。それではまず最初にリスナーさんからいただいたグッド&ニューご紹介させていただきます。所有とは執着、その通りだと思いました。執着と認識すると手放してもいいなって思います。あと本を読んだら捨てるも参考になりました。まさに昔のたけるさんのように、買って所有していたら勉強したような気になってました。実践して、そして捨てるのはめっちゃ有意義ですね、というコメント、お便りです。ありがとうございます。そう、物の所有ってね、大半が執着だったりするんですよね。もちろんその一方で愛着もあると思います。愛おしいものというか、愛せるものですね。だけど、まあ、大体使ってないものとか
汚いものとかボロボロのものとか見て見ぬふりをしているものとか風景になっているものっていうのはだいたい執着なんですよね。愛着ではなくて、そうだからそういう執着しているものをいかに手放せるかっていうお話を、どこかの動画でしたと思うんですよ。で、多くのミニマリストの場合、愛着のあるものは残して、要は自分にとって大事なものとか気分を上げてくれるものとか、あとはあることによって暮らしとか人生とかを豊かにしてくれるものは残して、その一方で執着して、いやこれちょっと手放すのはみたいなのは極力手放す、保留ボックスで一旦様子見るとか、もう迷ったものは捨てるとか、いろんな片付け方ありますけども、そういった執着しているものを手放すとお部屋もすっきりするし、あとはねすごい心も軽くなるし、思考もクリアになるし、いいことずくめなんですよね。でプラス、僕なんかは今ね紙の本一冊も持ってないですけども、以前紙の本を好んで読んでた時はもうその本をね読んだら捨てるっていうのもやってました。なぜかというと、本をね紙の本をたくさん持つと収納とか、収納棚を買わなきゃいけなかったりとかもするし、結局買ったら満足してもう勉強した気になってもう積んどくしてたから、あこの買い方意味ないなと、ただの投資貧乏になってるなと思って、当時紙の本を買ってた時は読みたい本を一冊だけ買って、もうそれを集中して読んで、読み終わってよしじゃあ実践しようってなったらもうその紙の本は手放すみたいな。もちろん重要なところはノートに書き出して、で本は売って、でそうすると結構新品の本とかだと3分の1ぐらいは回収できるんですよ。例えば1500円ぐらいで買った本だったら300円とか高いと500円いくかいかないかぐらいで売れるから、だから新しい本を 2,3 冊売ると1冊実質ただみたいな風に変えてたから、ある意味お得だったんですよね。お得感を感じてました。だからもし皆さんが紙の本を好んで読んでる場合は、そんな風に読んだら、重要なところをメモして、こういう風に実践しようとかアイディアを書き出して、で紙の本はもう捨てると、であとはもう実践する期間を設ければ経験もできるし経験値も高まるし、でまた必要だったらまたお金を払って勉強代だと思って、そういう読書スタイルがおすすめですね。で今では僕はもう Kindle で読むようにしてます。いつでもどこでも読めるように。ということで今回お便りいただきましたリスナーさん、ありがとうございます。続いては僕のグッド&ニューも簡単にご紹介させていただきます。先ほどねオープニングトークで靴の話が出てきましたけども、ショッピングモールに行っていろいろ見たんですけど、結局結論 ABC マートで靴を買ってきました。でその靴がオールバーズより良かったんですよ。もともと持ってたのがもう処分しちゃったので手元にはないんですけども、オールバーズも結局良かったんですよね。メッシュタイプで軽くて、で歩きやすい、運動用としても使えるし、プライベートでも全然履いてたし、ただ一個問題があって、これは僕の好みの問題なんですけど、ソールが白だったんですよ。だから汚れがすごくついてたから、でボロボロになってたし、もう3年以上履いてたから、だから今度買うとしたらソールが黒のものでメッシュタイプで、プライベートでも使えるし運動の時でも使えるしっていう靴を選びたかったので、でたまたま ABC マートに入っていろいろ見てて、でもしそのショッピングモール昨日行ったけど好みのものがなかったらネットでオールバーズのものを買おうと思ったんですよ。そう、東京から引っ越す前にオールバーズのお店行って、そのサイズ感とか今どんなデザインがあるのかみたいな下見したんですよね。でソールが黒のものもあったから、次買うとしたらこれをネット注文しようっていうのはもう写真も撮ってたし、それでも良かったんですけど、昨日たまたまショッピングモール行って、オールバーズより安くていいのがあったら買おうかなと思って見てたらいいのを見つけました。でそれがこの靴ですね。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、でこの靴は何がいいのかっていうと、メッシュタイプでお散歩にもいいし軽いし、でソールが黒だから汚れにくい、あとはですねこれ子供ができてから良かったって思った靴なんですよ。要はこのかかとの部分にその硬いのが入ってるんですよね。ちょっと見えますかね、このかかとの部分がすごく特徴的で、潰し履きはもうできないんですよ、硬いから。だけどこれ何がいいかって、その子供を抱っこしながら手を使わずにしゃがまずに靴が履けるんですよ。
要は足がスポッと入る、かかとが硬いから。でちょっと特徴的な形してるじゃないですか。だから靴べらもいらない。行ってみたらもうかかとにも靴べらがあるようなもんなんですよね、硬いから。そうだから子供を抱っこしながらしゃがまずにスポッと靴が履けるし、例えばお座敷のお店なんかだと靴脱がなきゃいけないじゃないですか。で子供抱っこしながらよし帰るぞってなっても全然しゃがまずに紐もないし、もうスポッと履ける、スムーズに靴が履けるっていうのはいいなと。でしかも汚れにくいし、オールバーズのね靴でも良かったんですけど、ソールが黒の。ただこの靴は1万円ちょっとだったから、オールバーズの靴よりも若干安い。でしかも ABC マートで買ったから、まあ言ってみたらネットでも買えるし、あとは全国どこでもありそうじゃないですか。っていうので昨日この靴を買ってすごく良かったです。っていうのが昨日の僕のグッド&ニューですね。それでは続いてミニマリストに悩み相談のコーナーです。今日はかなさんからのコメント、お便り悩み相談です。たけるさんこんにちは。たけるさんに質問です。たけるさんは片付けのモチベーションが上がらない時はありましたか？またモチベーションどうやって上げてましたでしょうか？私は今なかなか片付けのモチベーションが上がらずにモヤモヤしています。何かヒント、いいヒントがいただけたら嬉しいです、というお悩み相談、お便りですね。かなさんコメントお便りありがとうございます。僕も片付けのモチベーションが上がらない時は全然ありましたね。まあ、なんなら片付けだけじゃなくて仕事とかも全然やる気が上がらない時はありました。でやる気が上がらない原因っていろいろあると思うんですけど、まあ、大きく3つだと思うんですよ。まず1個はもう明らかに物の量、数が多すぎてやる気が上がらないっていうパターンと、2つ目のやる気が上がらないパターンはもう片付ける余裕がない、疲労とかストレスとかでその片付けの優先順位がもう下がってしまってる状態だからやる気が出ないっていうパターンと、で最後3つ目は片付けの効果を実感できてないからっていうのも大きいんじゃないかなと思います。まあ、つまり片付けても片付けてもなんかお部屋が変わり映えしないというか、これ片付けてる意味があるのかなと思っちゃうとなかなかやる気は上がらないですよね。そうだから対策としては、まあ、まず一つ目の原因、物の量が多すぎてやる気が上がらないっていう場合であれば、まあ、とにかくやる気がなくても1日5分でもいいからその隙間時間で片付けるっていうことと、片付けを習慣化するっていうのは大事じゃないかなと思いますね。で2つ目の原因の場合、片付ける余裕がない、疲れとかストレスとかでっていう方は、まあ、うまく休養を入れていく、体を休ませつつ、まあ、そんな中でも、まあ、週1とかでもいいし、まあ、週に1時間とかでもいいからうまく休養入れつつ、あとは片付け前とか後とかにリフレッシュを入れつつ、美味しいご飯食べるとか、片付けが終わったらケーキ食べる、お菓子食べるとか、あの一息入れるとか、銭湯に行くとかね、お散歩に途中で出かけるとか、まあ、そんな風にうまくリフレッシュを入れつつ片付けていくとやる気は引き出しやすいんじゃないかなと思います。で最後3つ目の原因、片付けの成果を実感できていないからやる気が出ないっていうパターンの方は、片付けた後にそのビフォーアフターをしっかり自分にフィードバックする、お部屋の変化、収納の変化だったり、片付けてよかったことに目を向けることによっていろんな恩恵を得られてるんだなと、片付けてよかったって思えることって結構たくさんあるので、だから僕がこのチャンネルでよく言うのは、あの片付ける前に現状把握しましょうと、できれば写真撮ってくださいっていうのはよく言うんですね。それは片付けた後にどれだけ自分が片付けたかとか、どんな風に収納とか空間が変わったかっていうのが客観的に目に見えてわかるから、だからそのフィードバックが大事というか、片付けた後に実際どれだけ変わったか、ゴミ袋何袋捨てたのかっていうのも写真撮ってもいいと思うしね。そんな風に片付け効果を実感できれば、変化をちゃんと自分で認識できれば、じゃあまた次もね片付け頑張ろうという風に思いますよね。そうだからもう片付けの効果、恩恵を感じるって、まあ、なんなら一番大事なんじゃないかなと思うわけですよ。その次の片付けのモチベーションにもつながるし、人間ってねその進歩とか成果を感じれないと人ってやる気失ってしまいますからね。これ片付けだけじゃなくて仕事とかでもそうですよ。なので今回のメインテーマでは、片付けることによって
生活にどんな変化が現れるのか、片付け効果のサインについて詳しく解説しようと思います。片付け効果を実感できると、物を減らす良さに気づけるし、そして次の片付けのモチベーションにもつながりますので、ぜひ参考にしてみてください。多くのミニマリストは、片付け上手の方はですね、そうやってうまく上手にやる気を引き出しながら片付けている人が非常に多いです。そして今回ご紹介させていただくのは、実際に僕が体感したもののみ挙げております。他にもね、いろんなメリットあると思いますけど、とりあえず僕が実感した効果、片付け効果のみピックアップいたしましたので、ぜひ最後までご覧ください。では早速解説していきます。それではまず一つ目の片付け効果、片付け効果のサインは、心が軽くなったりとか、頭がすっきりシャキッとしたりとか、あと体が軽くなるっていうことですね。これは片付けたことがある人なら誰しも多分経験実感してることだと思うんですけど、片付けた後お部屋がすっきりすると、まあ、なんだか心もすっきりしたりとか、なんだろう、肩の荷が下りた感覚があったりとか、頭の中がすっきりしたりシャキッとしたことってきっとあると思うんですよね。片付け自体がそのストレス発散になったりっていう人もいると思います。で、僕の場合はまあそれもあるし、あとは物を減らしたことによって家事ストレスも減ったりとかするから、まあ、だから心の重荷が減ったりとか、あとはその余計な雑念、思考とかも出てこなくなるから、まあ、やりたいことが明確になったりとか、するべきことにも集中できたりとか、いろんなアイデアが出てきたりとかっていうふうにもつながっていきましたね。あとはその物が多くないから、その余計なストレスとか、なんか無駄に疲れるっていうこともなくなりましたね。だから体が軽くなるというか、物が多かった時はやっぱり重だるいみたいな状態でしたけど、物が減ってから、もちろん所有物自体も軽いし身軽だし、なんかね、本当に体も軽くなったような感覚があります。なので、まあ、物が多くて、例えば毎日体が重だるいとか、なんか頭の中がモヤモヤする、ごちゃごちゃするとか、あとはいいアイデア出したいのに、解決策とかいる対策とか出したいのに、いいアイデアが出てこないとか、あとはそのこの心のあたり、胸のあたりがずーんと重いというか、重苦しいと感じてる方は、特にね、片付けってすごくおすすめですね。片付けることによって、物を減らすことによって、お部屋を整理整頓することによって、心の重荷から解放されたりとか、まあ、心が軽くなったり、頭がすっきりしたりとか、頭がクリアになったり、シャキッとしたりとか、体が軽くなるっていうのを実感できると思います。続いて2つ目片付け効果は、お部屋に帰ってきた時、まあ、つまり帰宅時ですね、帰宅してきた時にお部屋の状態を見てうんざりしなくなるっていうことです。皆さんどうですかね、まあ、昔の僕がそうだったんですけど、物が多い、もう玄関から、あとはその玄関とリビングをつなぐ廊下みたいなところに物がたくさんあって、もう帰ってくるたびにうわっみたいな、なんかもう見るだけで疲れる、もうただでさえ外出先で、まあ、例えば仕事とか買い物とかでどっと疲れてるのに、もう帰ってきた瞬間うわってなって、もううんざりして余計疲れてたんですよ。で、寝ても疲れ取れないし、まあ、それは体重くなりますよね。だけど物を減らしてお部屋を片付けてすっきりさせると、まあ、たとえ外出先で、まあ、それこそ仕事とかで疲れて帰ってきても、お部屋が綺麗なだけで、まあ、さっと靴脱げるし、さっと、まあ、例えば寝室とかリビングに行けるし、まあ、さっと、例えば女性だったらメイク落としてさっとお風呂に入ってとかできるじゃないですか。つまりパパッと自分をそのオンの状態からオフモードに切り替えられる、リラックスモードに移れるっていうのは結構大きいですよね。このね、玄関の扉を開けた瞬間のうわがなくなるのは結構大きいですよ。さらに、まあ、余談にはなりますけども、その帰ってきてからの家事もね、物が少ないと楽だし、それこそ自分の好きなことやりたいことのための時間も作れるしね、帰宅後に。物を減らすと片付けると、そういう恩恵メリットがあると思います。なので、例えばまあ普段帰宅後玄関開けた時にうわっってなった人とか、まあ、なる人とか、その家に帰ってからの家事とかがね、もう面倒くさいと、例えば帰ってから寝落ちすることが多いとか、
もう家事がめんどくさいからほったらかしになってるよっていう方は、やっぱり物が多いサインだと思うんですよね。片付けなきゃだよというサインになりますので、まあ、隙間時間とかお休みの日にしっかりお部屋を片付けて、まあ、特に玄関周りとか、あとはそのリビングまでのその廊下だったりとかね、を中心に片付けていただいて、でそうすれば家の居心地も良くなるし、帰宅後の生活もね、きっと快適になると思います。続いて3つ目、片付け効果のサインは、家でのんびり過ごせるようになるということです。以前僕は物が多かった時っていうのは基本家にいたくなかったんですよ。居心地も悪かったし疲れるし、どちらかというと家で過ごすよりもなんか外に出た方が楽しいと思ってたから、それこそカフェに行ったりとかショッピングに出かけたりとか、だから余計に物も増えるしお金も使うし、まあ、結局ね負の循環だったんですけども、だけどお部屋を片付けてから、物を減らしてからというと、もちろんね外出するのも好きなんですけど、家の居心地が良くなったから結構家にいる時間が増えましたね。で家でまったりすることもできるじゃないですか。何か作業をしたりとか読書したりとか、あとは家でまったりコーヒーとお菓子を楽しんだりとか、あと友達とかね、あの恋人を呼ぶこともできるし、お家でゆっくり、まあ、料理を楽しんで食事を楽しむみたいなこともできるから、だからその豊かな人生を送るってなった時に、その外でしか、家の外でしか楽しめないと、まあ、多分人生半分損してるんですよね。だからこそ快適なお家空間を作る意味でも、物を減らして、不要な物を減らして整理整頓して、まあ、しっかり掃除もして綺麗な空間にすることによって、お家でも楽しめるし、外出したら外出したでその外出先でも楽しめる。そしたらもう人生ハッピーじゃないですか。豊かな生活を送れますよね、っていうのが僕は大事だと思っています。なのでそうですね、お家でまったり過ごせないと、ゆっくりリラックスできないという方とか、まあ、結局うちにいても家事して終わるとかね、なんか半日家事で終わるとか、あとはご家族いらっしゃる方であれば、その物関連で喧嘩することが多いとかね、っていう方はもう片付けた方がいいサインになりますので、しっかり物を減らして片付けて、でできれば掃除もねしっかりやって整理整頓すれば、だいぶお家空間も快適になると思うし、物にまつわるね喧嘩も減ると思うし、家族間で。ぜひ実践してみてください。それでは続いて4つ目、片付けサインは、片付け効果のサインは、荷物が軽くなるということです。例えばカバンが軽くなったりとか、あと引っ越しの時も楽ですよね。車1台で行けたりとか、まあ、当然引っ越し費用も安くなるし、あとは、まあ、その引っ越しの荷造りとか、あと外出前の準備、身支度とかも簡単楽になりますよね、荷物が軽いことによって。以前は物が多かった時ってもうカバンにぎゅうぎゅうに物を詰め込んでたから、あれも必要かな、これも念のため持っておこうみたいな感じでやってたから、まあ、当然カバンは重かったし、で探し物なくし物も絶えなかったし、あと旅行の時も3つぐらい持ってったんですよ。ショルダーバッグと、あとはリュックサックと、あとはでっかいキャリーケース。だから疲れるんですよね、すごい。でも物を減らすとどうなるかっていうと、基本ミニマリストさんであれば、あのちょっとした外出買い物であればもう手ぶらで出かけること多いですね。僕も家の鍵と、あとは帽子かぶって、あとスマホケース、まあ、スマホ持ってくだけでいいから、でポッケに入れるから、だからもうカバン持ち歩かないんですよ普段。でちょっと遠出する時とかであれば、唯一僕はリュックサック1個あるので、まあ、そのリュックサックに、まあ、飲み物とかね必要なもの持ってきますけど、あとまあ旅行の時とかもリュックサック持ってきますね。でそれで十分なんですよ。でしかも余計なもの持ち歩かないから、すごく軽いから疲れないし、もうフットワークも軽くなるし、行動範囲も広くなるし、いろんなそれで経験もできるじゃないですか。経験値が上がるというか、だからすごくいいなって思いました。で移動の時に疲れないと、あと外出先の出費も減りますよね。どうしても疲れると甘いものが食べたくなったりとか、何か飲み物飲みたくなったりとか、もう疲れるから判断能力が鈍って、例えばその誘惑に負けやすい、物欲に負けやすい、衝動に負けやすいっていう風になっちゃうと思うんですよ。例えばあの動画のオープニングでも話しましたけど、もう一足ね、あの必要ではないんだけど欲しいものが見つかったわけです。あ、このデザインかっこいいなって。だけどもしそれで
例えばもう育児に疲れてもう体もボロボロで寝不足でもう荷物も重いしもう早く帰りたいってなったらもういいやもう買っちゃえみたいになってたと思うんですよね。冷静な判断ができずに。だけどそうならなかったのはもう身軽だしその家事ストレスとかもないし冷静な判断ができた。だから衝動買いしなかったのかなって思います。そうだから荷物が軽い物が少ないって、まあ、それだけいろんなメリットがあるんですよね。疲れないし外出先での浪費衝動買いもなくなるし行動範囲も広くなるしフットワークも軽くなるし外出するまでの荷造り準備もパパッと済みますもんね。だからすごく時短にもなる時間も生み出しやすいしいろんなメリットがあるので、まあ、そういった意味でも片付けをして物を減らして、まあ、特に持ち運ぶものですよね。カバンの中身もぜひ最小限のもので身軽にしてほしいなと思います。 できればちょっとした外出であればもう手ぶらで出かけられるように持ち物をね厳選するといいかと思います。続いて5つ目片付け効果のサインは綺麗な部屋に住んでいる自分に自己肯定感が上がる自信につながる自信につながったということです。昔の僕は汚いお部屋散らかったお部屋に住んでいる自分ってなんかマイナスイメージだったんですよ。なんか汚れついてないかなとか臭くないかなとかシワ大丈夫かなみたいな。だからそのマイナスな出来事が増えるじゃないですか。物が多いとそれこそ物がシワくちゃになったりとか汚れやすいし匂いがつきやすかったりとかするからその心配事とか不安事が増えるんですよね。だから余計にその自己肯定感が下がったりとか不安につながる将来への。だから自信ってつかないですよね物が多いと。でも逆に物を減らしてそういったその不安要素とか心配事が減っていくからだから結果的に自己肯定感も上がるし自信にもつながるのかなと思いますね。そのなくてもいいものを手放すから結局自分のお気に入りとか大好きなものが残っていくじゃないですか。愛着のあるもの。だから物に対して自信を持てるからで結果それが自分の自信にもつながる、まあ、例えばですけど服とかもお気に入りを身につけるわけじゃないですか。で外出する時もお気に入りの靴を履いて、まあ、カバンが必要であればお気に入りのカバンを身につけてで出かけるわけですもんね。そしたら不安要素も一個もないし心配事もないし疲れないししんどくないからそれは自己肯定感も上がるし自信もつきますよね。なので本当に片付けをする、物を減らすことって自分のその自信を高めてくれる効果とかもあると思うから、ぜひ皆さんね、普段自信がないとか自分に、あとは自己肯定感が低いなと、そのマイナスな思考になりがち、最近自分ネガティブだなと思った時は、ぜひね、片付けをしてみてください。で、その自分のマイナスイメージになるようなものを手放したりとか、それこそ汚れてる、汚い、臭いとか、っていうものを手放していただいてで普段使うようなものを残し できればそれらをアップデートしていく自分の好きなものに。そうすれば自然とお部屋も快適になるお部屋も綺麗になるし持ち物も好きなものしか残らないから結果的に自信にもつながるし自己肯定感もねアップすると思います。そうだからねお部屋が汚いってすごくもったいないですよね。続いて6つ目片付け効果のサインは探し物、なくし物が減ったということです。物が多い人だとなくすものが増えてくんですよ。例えばスマホがないとか鍵がないとかあの服着たいのに見つからないとかねなくすものが増えてるからだから探し物が増えていく。ある統計データによると物が多い人は1日に15分ぐらい探し物をするそうです。これは結構有名な話ですよね。で1日15分を年間に換算すると年換算だと91時間日数にすると確か 3.8 日、まあ、約4日に値するんですよ。つまり1年365日のうち丸々4日間皆さんは物が多かったら探し物をしているっていうことになっちゃうんですよね。すごくもったいなくないですか。この4日間24時間かける4日、もう丸々探し物をしてるって正直しんどいしきついじゃないですか。もし皆さんが今日の今日から今から4日間ずっと探し物をしてくださいと寝ずに探し物をするってなったらきついですよね。でも物が多い人って実際それやってるってことだからよくないですよね。
で当然物が減ればどこに何がどれぐらいあるのかっていうのが明確になるから、でしかも物の定位置も決まるじゃないですか。だから探すなくなるっていうこともなくなるんですよね。もう物が少ないから探すまでもないんですよ。っていうのでやっぱり片付ける物を減らすと、その探し物とかなくし物のその無駄な時間もなくなるし、ストレスもね減っていくから、まあ、そういうのもメリットですよと。続いて7つ目、片付け効果のサインは、起床から外出までの一連の身支度がスムーズになると。朝起きてから、まあ、例えばその日出社するってなったら、その出社するまでの一連の流れ、身支度がスムーズにもなると。まあ仕事じゃなくても、まあどこか家族と出かける、旅行に行くとかでもそうですよ。パパッと終わるんですよね、物が少なければ。だけど、物が多いと、だらだらと身支度をして、その身支度だけで疲れるっていう人もいるでしょうし、あとはあれがない、これがないと探し物とか、あとは外出する前にしっかりお部屋を片付けてから出かけたいっていう人だと、もうそれだけで疲れちゃいますよね。慌てるし、時間もなくなっていくし。でも物を減らせば、お部屋を片付ければそういうこともなくなりますよと。だから僕の場合、まあ、ちょっとした外出だったらもう手ぶらで出かけるので、まあ、朝起きて、まあ、顔洗ったりとかはしますけど、もう着替えて、でトイレ済ませて、で帽子かぶってスマホと鍵をポケットに入れられればすぐに外出できるから、だからもうものの3分で身支度が終わるんですよね。皆さんはどうですか実際。まあ女性であればね、お化粧する時間とかあるかもしれないけど、もう僕の場合はお化粧することもないし、まあ、髪も短いし、あの整髪料とかもつけないし、つけなくなったし、もう着替えてトイレ済ませて帽子かぶってスマホと鍵をポッケに入れれば、もうそれだけで外出できるから、もうパパッとね出かけられるのがすごくいいですね。時間の節約にもなるし、で時間にゆとりがあるから、例えば出先でいろいろ経験できたりとかね、疲れないし体力も温存できるし、いいなって思いました。続いて8つ目、片付け効果のサインは、お部屋にホコリとかゴミが溜まりにくい、出にくいっていうことですね。もう昔は物が多かった時は、もうこれもね僕のチャンネルでたくさん言ってきたことなんですけども、物が多い時は掃除ももちろん面倒くさかったから、1週間に1回とか、もう下手すると汚いんですけど1ヶ月に1回しか掃除してなかったんですよ。その週に1度月に1度の掃除でお部屋を片付けると、掃除するともうでっかいホコリの塊が出てくるんですよね。で汚れとかも結構こびりついてるから、余計に掃除が大変になる。だからもう1日がかりで掃除する時もあったし、まあ、1週間に1度の掃除ぐらいだったら、まあ、半日かけて、土日休みだったから、まあ、土曜日の午前中使ってお掃除がようやく終わる。で掃除で疲れるから、もうあとはもうゴロゴロするだけみたいになってたんですけど、結構大変じゃないですか。だけどお部屋を片付けると、まあ、そういうのもなくなりますよね。物が多かった時は本当にあのクイックルワイパーのシートもこまめに何度も付け替えたりとか、あとは掃除機のフィルターとかもすぐ詰まるというか、もうすぐいっぱいになるから、もう変えるのもめんどくさかったし、であんまり見たくないじゃないですか、そういうホコリとかも。だけど物が多いとホコリもたまる、で見たくないものを見る機会が増えるから、余計に掃除のハードルが上がる。で掃除しなくなる、週に一度になったりとか月に一度になる。でまた余計にホコリとか汚れとか増えていくから、こびりつくから、負の循環ですよね。ものすごく掃除に時間かかってしまいます。だから、まあ、そういう風になっている方はやっぱり物を減らす、片付ける、ホコリを溜めにくい、掃除しやすい環境に整えていくって大事ですよね。もう物が少なければ本当にゴミもたまらないし、ホコリも出にくいし、もう汚れもねやっぱ目につきやすくなるからさっと拭き取るんですよ。でホコリも出にくい、汚れもねこびりついてない、もうその都度都度で掃除するから、もう掃除がね一瞬で終わるんですよね。で例えば掃除機使ってる方、あとまあ自動掃除ロボットとか使ってる方であれば、あの本当にフィルターにホコリがたまらないから、もう下手すると1ヶ月以上フィルター交換しなくてもいいっていう状態になりますね。で例えばクイックルワイパーとかでも、シート1枚で、たったシート1枚だけで家中のお掃除ができたりとかもすると思います。多分ね、そのクイックルワイパーのシートの使用量がね、物を減らすことによって、お部屋を片付けることによって使用量減ると思います。つまり掃除の時短にもなるし、あとは節約にもなりますもんね。
だからいいことずくめなんですよ。続いて9つ目、片付け効果のサインはお肌が綺麗になるということです。物が多かった時は、僕の場合はすごいニキビに悩んでたんですよね。もう洗顔フォームとかニキビケアとかも使ってたんだけど、ニキビに悩んでた。当然その住環境が悪かっただけではなくて、その仕事のストレスだったりとか、あとはその1週間1ヶ月掃除してなかったっていうのも原因だと思うし、その家の中のいろいろストレスもあったから、そういうのもあると思うんですけども、だけど物を減らすことによって、そういうホコリとか汚れとか、ダニとかも減るし、あとは暮らし全体も整うんですよ。物が減ることによって、生活費にもね、余裕が出てくるから、その減って、だから仕事量を減らせたりとか、お仕事を変える余裕も出てきたりとか、転職したりとか、自分の好きなことにチャレンジしたりとかもできると思うし、あと人間関係の整理を行うことによって、その良くない人間関係から受けるストレスも減ってきたりとか、いろんな効果が相まって、僕の場合はもうニキビに悩まされることがなくなりましたし、よくね、肌綺麗だねと言われるようになりました。で、結構これ僕だけじゃなくて、いろんな人がその効果を実感してますね。例えばアトピーとか、肌トラブルを抱えている方が、その布系、髪系を減らしただけで、手放しただけで、それこそカーテンとか書類系とか洋服とか、あとマット絨毯系とか、あと寝具とかも買い替えたりとかね、したことによって、お部屋が衛生的になり、ホコリとかダニとか汚れが減って衛生的になり、ストレスも減って、その肌質っていうのかな、その肌トラブルも改善できました。僕のようにニキビが減ったとか、アトピーがマシになったとか、っていう効果はね、よく聞きますね。で、当然そのお部屋が衛生的になったりとか、ストレスが減るだけではなくて、多分生活習慣がね、整いやすいことも多分要因の一つだと思います。食事を整えるきっかけになったりとか、片付けによって、あと運動するようになった人も多いし、あと睡眠時間もね、確保できたりとかするから、そういったので結構肌が綺麗になる、肌が綺麗な人が多いっていうのは確かにあるなと思いましたね。なんかそれこそ女性とかだと、お化粧品を減らすことによって、あとその化粧水とか、そのスキンケア系のアイテムも、もう最小限にしたことによって、もう余計なものを肌につけないからお肌が綺麗になったと、つまりは肌断食っていうんですかね。で、お肌が綺麗になったミニマリストさん、女性ミニマリストさんの方も結構多いです。で、もちろん急に化粧品を変えるというか、そのスキンケアグッズを変える、もう一気にバサッと肌断食するっていうのは、やってもいいですけど、それでその反動で例えばニキビができちゃったとか、なんか逆にむしろ悪影響だったってなっても良くないから、徐々に減らすっていうのがおすすめですね。例えば2日に1回に減らしてみるとか、その1回の使用量を前はもうたっぷり使ってたけど、ちょっと半分に減らしてみるとか、いろいろその実験検証をしてみてほしいなと思います。あとはその肌断食系の本をしっかり勉強してやっていただく。僕の場合はもう何にもつけてないですからね、あくまで自己流ですけど、生活習慣が整っていてお部屋が綺麗だったら、僕肌荒れることはないだろうと思ってる人間なので、食事、運動、睡眠をしっかりして住環境を整えて、あとはストレスケアとか、あとストレスがたまらないような生活に変えていけば、特に肌の問題は感じないですね。では続いて10個目、片付け効果のサインは衝動的な物欲が減るっていうのと、物欲が減退するっていうことです。もうね、物が多いと物欲モンスターになりやすいんですよ。もうちょっとの刺激、それこそ広告見たりとか、で CM 見たりとか、あとはどっかショッピングモール行っていろんなものを見たりとか、誰々がこれ買ってたとか、あとインフルエンサーの方とか芸能人タレントの方がおすすめしてる商品を 見たりとかすると、すぐ欲しくなっちゃう。だけど物が少なくなると、なぜ物欲が減退するのかって言ったら、必要なものが明らかになるからですよ。自分にとって例えば靴は1足でいい、リュックは1個でいい、仕事道具はこれさえあればいい、服は年間10着あればいいっていう、明らかな基準ができるから、だからちょっとやそっとのことで物欲が刺激されにくくなるんですよね。もちろん稀にさっきも言いましたけど、わあこのデザインかっこいいな、かわいいなとかで欲しくなることはあっても、それこそ我慢できる、衝動買いをしなくなるっていうのも一個メリットですよね。だからその物に振り回されなくなる
生活になるから、まあ、心も穏やかになりやすいし、まあ、金銭的余裕も生まれるから、そういうのは大きいですよね。つまり物を減らすことによって必要なものと欲しいものっていうのが結構明らかに分かりやすいから、だから買い物上手にもなるし、まあ、買い物で失敗するとか後悔するっていうことも減ってくるし、お部屋が物ダメ状態にならない、もう無限に切りなく物が増えるみたいなことも防げるし、だから綺麗なお部屋を保てるっていうのもあるし、いろんなメリットがあります。続いて11個目、片付け効果のサインは人生の選択肢が広がるということです。これつまりどういうことかというと、まあ、当時昔、まあ、物が多かった時っていうのは八方塞がり状態だったんですよ。お金がない、時間もない、家事も大変だし、生活費が高いし、ストレス発散したいけど、まあ、お金もないし金欠だし、余計ストレスも溜まって、転職もしたいけどできない、生活費が高いから貯金もできてないし、で体調を崩して、僕の場合は病気になって、働きたくてもお金稼ぎたくても働けないっていう状態になってしまって、八方塞がり状態でした。だけどそこからまあ片付けて物を減らして、あらゆる可能性が出てきたんですよ。まあ、そのことに気づいたんですよね。家事も楽になって、で、まあ、売れるものを売って、とりあえずその上はしのげたし、貯金の減るスピードもね緩やかになってたし、生活費が減って、で空間的にも余裕が生まれて、家事も楽になって、なんかいろいろ時間の節約ができたというか、まあ、その勉強する時間を生み出せたっていうのも大きかったですね。まあ、結果転職がうまくいったりとか、まあ、最終的には個人事業主になって自分の好きなことを仕事にしたりとか、あとはまあ YouTube もね始めることもできましたし、だからそんな風に物が減ると時間的にも金銭的にも、あと精神的にも空間的にもゆとりが出てくるから、可能性に挑戦したくなってくるんですよ。そういうミニマリストさん多いですよね。皆さんもきっとよく耳にすると思います。物を減らして片付けて、まあ、貯金ができるようになりましたと、現金貯まるから投資始めましたとか、あと引っ越しをして、まあ、自分にとってのその理想の環境に引っ越しましたとか、副業を始める方とか、転職して収入を上げる方とか、まあ、収入が下がったとしても好きなことを仕事にできたりとかっていう人もいるし、あとは資格取る人もいますしね。だから物を減らす、お部屋を片付けるって本当にその自分の人生に投資してるのと一緒、先行投資してるのとほぼ一緒だから、だから本当大事ですよね。きっと皆さんも物が多いのであれば、まあ、ゆくゆくはね、多分本当にもう八方塞がり状態になってしまうと思うんですよ。お金がない、時間がない、余裕がない、家事が大変で生活費も高いし、仕事辞めたくても辞められないし、でも貯金もないし、ストレス発散したいけどもうお金がかかることばかりだしとかね、まあ、そんな方は自分の人生視野を広げる意味でも物を減らして片付けて、まあ、時間的、金銭的、精神的、空間的余裕、ゆとりを作ってほしいなと思います。そしたら多分あれやりたい、これやりたいとか、こうしていきたいっていう、まあ、願望というか理想が見えてくると思うから、まあ、そうなった時にリソース、余裕が生まれた時間、お金、メンタル、まあ、体力とか空間とかを、そういうリソースを自分のやりたいこと、好きなことに使えば、人生は当然ながら変わっていきますよね。多分ね、もう今までとは違った景色が見えると思います。続いて12個目、片付け効果のサインは収納を必要としない暮らしになったということです。もう物が減ってから収納に悩まされるっていうことがなくなったんですよ。もう逆に物が多かった時は、なんか収納方法をいろいろちょっと勉強してみたりとか、その収納術に悩んだりとかね、あとはその片付けようとか、もう物がとっちらかせたら、とりあえず収納買って詰め込んで型をつけようとか、もう本当になんか収納の処分にも悩んでたし、引っ越すからこの収納邪魔だから片付けよう、でも粗大ごみとして処分しなきゃとか、解体するのも大変だったりとかね、だからもう収納方法とか収納の購入とか収納の処分に結構悩んでたんですよ。だけど物が少なくなれば、まあ、そもそも収納すら必要なくなるし、その収納必要なく、なんか直置きとかでポンポンポンと置くだけでも、それでもすっきり見えるから、だから物が少ない暮らしって、収納にまつわる悩みが人生からなくなったんですよね。その悩みの種が一つ人生からなくなったから、それはそれですごく良かったですね。で、備え付けの収納スペースも広く使えるし、必要なものがパッと手に取りやすいし、散らかりにくいし、で当然収納買わない、持たないっていうことは
金銭的な余裕にもつながりますもんね。だから物が多い人って必然的に収納も増えちゃうから、まあ、金銭的にも時間的にも余裕なくなったりとか、まあ、スペースも窮屈になっちゃうから、まあ、そんな方は物を減らすと同時に収納も減らすっていうのをやってほしいなと思います。続いて13個目、片付け効果のサインは育児や家事に追われない、追われなくなるということです。まあ、物が減ってくれば当然家事も楽になっていきますよね。洗濯物とか食器洗いとか床掃除とか、あと衣替えとかもね、まあ僕の場合衣替えすらしなくなったし、買い物も買うものが必要なくなるから、少なくなるから、買い物時間も短縮できるから、重い荷物とかもね、持つ頻度も減っていくから、まあ、そういった家事が楽になっていきますよと。料理とかもね、楽になると思うし、でプラスこれ家事だけじゃなくて、まあ、昨年ね、子供が生まれて思ったのは、物が少ないと育児も楽になるなって思いました。子供にとっても安心安全の環境を提供できるし、あと親の精神的負担も少ないですよね。まあ、例えば物が多いと、まあ、子供があれこれ手に取って投げたりとか散らかるじゃないですか。散らかる物の数がもう圧倒的に増えちゃいますよね、物が多いと。だから片付けるのも大変で、多分結構多くのご家庭でもほったらかしになってると思うんですよ。もうごちゃごちゃ状態。だけど物が少なければ散らかる物量も少ないから、我が家では1日2回から3回リセットタイムを設ける余裕もあるんですよね。だから親の負担も少ないし、あとはその口に運ぶものも少ないから、だから子供の面倒を見やすい、誤飲とかも防げるし、あとは例えば何かの拍子に転んだ時に頭打ちつけるとか、何か物がね、どっか体に当たって怪我させられるみたいな、そういう心配もないですね。だから本当に物を少なくした状態で子供が生まれてきたな、子供が生まれてきてよかったなとつくづく思います。それでは14個目、片付け効果のサインは急に来客が来ることになっても怖くなくなったということです。もう物が多い時はそもそも来客を断ってましたね。友達だろうが恋人だろうが家族だろうが、もう絶対に家に呼びたくなかったんですよ。もう家族のため、友達のために、掃除するっていうのも面倒だったし、え、来るの?みたいになってましたね。皆さんはそんな風に今なってないですか?で、物を減らしてからは、もうどうぞどうぞっていう感じになりました。掃除もパパッと済むし、まあ、例えば今なんかだと、義理の両親とかが、まあ、急に来るっていうこともあったんですよ。近く寄ったから来ていい?みたいな。で、その時も、もうパパッとトイレ掃除とか床掃除とか、まあ、玄関掃除して、すぐに呼べる状態を作れるから、もう全然もう来客とかも気にならなくなりましたね。で、まあ、実際に義理の両親だとか、あと助産師さんが家に来たりとか、あとは友達が家に来たりとか、あとは今ではしてないですけど、東京で暮らしてる時は、あと子供がね、まだ生後何ヶ月の時は家事代行とかもお願いしてたんですけど、もう皆さんからお部屋綺麗だねっていつも言われるから、もうそれがまた自信になりますもんね。最後15個目、片付け効果のサインはお家を広々使えるということです。物が多いと、まあ、そのどれだけ物が多いか汚いかにもよるんですけども、本当に物が多いと、横歩き、蟹歩きになったりとか、あと物をまたぐみたいな、物を踏んで進んでいくみたいなことにもなりかねないし、あとは当然お部屋も窮屈に感じるし、作業の邪魔になりますよね。例えばテーブル周りとかも物が多くて散らかってたら、いざ食事する、勉強したい、何か作業をしたいってなった時も、もう窮屈にご飯食べたりとか、もう窮屈に勉強したりとかってなっちゃうから、もう作業の邪魔でしかないし、集中力も続かないじゃないですか。だけど物が減ってお部屋がすっきりすれば、まあ、当然ながら当たり前なんですけど、まっすぐ歩けたりとか、広々使えるし、子供も広く遊べるし、あとは広いテーブルで作業勉強がはかどったりとか、趣味も楽しめるでしょ。いろいろいいことが起こります。開放的な空間になって、まあ、心もなんか自由になるというか、なんか解き放たれるというかね、いろんないいアイデアも出てきやすくなったとも思うし、たとえその物理的な広さ、間取りは小さくても、お部屋はたとえ小さかったとしても、だけど物が少ないことによって本当に広々を使えるから、特にね、子供がいる方、ご家庭であれば本当におすすめですよ。当然人一人増えるってことは広さ必要じゃないですか。で、物が多いと、例えばもうマイホームぐらい大きな部屋じゃないと、もう窮屈だって思う人なんかだと、だって何千万っていう買い物をしなきゃいけなくなるわけですよね。で、例え賃貸だとしても、
まあ、平気で家賃10万超えてくるようなお部屋に住まなきゃいけなかったりとか、もしくは家賃を抑えるためにもめちゃくちゃオンボロの家に住まなきゃいけなかったりするかもしれないから、ってなってきたらいろんな可能性をね広げるためにも、やっぱ物を少なくしておけばいろんなその住環境とか住まいの可能性も出てくるから、そういった意味でも物を減らしておいてよかったなとも思いますね。で、例えば我が家の場合、子供が生まれて、まあ、僕もね満足のいくぐらい、まあ、3年間ぐらい東京でもうがっつり仕事したんですけど、まあ、子供が生まれたこともあって、まあ、とりあえずその妻の実家、まあ、地元に引っ越して、まあ、それも気軽にできたし、ある意味妻にとっても親孝行、孫にね会わせることもできて、でちょっとお父さんの調子が悪かったりとかもしたから、いつね亡くなるかも分かんなかったし、まあ、そういう意味でね孫にたくさん合わすことができて、妻もすごく良かったと思うし、で僕としてもすごくね良かったと思います。子育てしやすいしっていうので、まあ、ちょっと話は脱線しましたけども、まあ、もう本当に物を減らすことによっていろんなメリットがあるので、ぜひ皆さん片付けた後実生活で、あ、片付けてここ良かったな、そこ良かったなと感じるだけでもすごくモチベーションが上がったりとか、例えばまだ他にも不要なものないかなっていう風に意識が働いたりとかもするから、本当におすすめです。ぜひフィードバックするように心がけてみてください。あとはいろんなメリットまだまだあると思います。ぜひ片付けた方は皆さんがどんなことをメリットに感じたのか、どんな恩恵を得られたのかっていうのをぜひコメントで教えていただけたらなと思います。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。本日のメインテーマでは片付け効果の際についてお話をしてきました。何かね参考になったことがあれば一つでも実践してみてください。最後のお知らせです。この朝ラジオでは皆様からのお悩みや質問リクエストなどどしどし受け付けております。こんなテーマを話してほしいとか、この人とコラボ対談してほしいとか、あとはこの人の過去動画を一気見バージョン作ってほしいとかですね、ぜひ下のコメント欄で教えてください。そして最後に、今回の動画が良かったと感じた方がいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録してくださいますと、僕の発信のモチベーションになりますので、どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良い一日を。